さんこんにちは、今日はコードストレージのアイランドプラザ店にお邪魔しています。で、実はここで一つ試してみたいことが以前からあって、それは、野菜を買った時にプラスチックのビニール袋を使って入れていかないといけないんですけれども、それをマイビニール袋で、持参した時にそれを受け付けてくれるか、お店の人がどういうふうな対応を取ってくれるかっていうのを、今日は検証しながら買い物に行ってみたいと思います。またそのプラスチックの実験と、このコードストレージで、買ったらいいものなどをご紹介しながら今日はショッピングをしていきます。ではどうぞ。こちら、コードストレージですね。こちらですね、中に入っていくとこういうふうに、まあ、普通のスーパーマーケットですね、庶民が利用するスーパーマーケットです。で、一つ日本と違うのが、マレーシアのスーパーマーケットはこういう風にタイヤのついているカゴを持ってこう血を這わせながら行くという、ね、スタイルになっています。売り場ではね、まだマスクをしている人がほとんどですね、みんな店員さんもマスクをしています。で、ここが野菜売り場ですね。で、ここでもこういうふうに、バラバラに野菜が置いてあるので、その中から自分の好きなものを自分の好きな、グラムだけ取って量り売り、こういうところですね、量りで売ってもらうんですね。このビニール袋を持ってきたので、これは自分のマイビニールなんですけど、これにこのトマトを入れて、これで持って帰って持っていきたいと思います。ということで、マイプラスティック持参のエコ対策は成功に終わりました。それともう一つ私がここで必ず買うものですね、コードストレージで必ず調達するものを一つご紹介したいと思います。サラダ油なんですけれども、皆様何をお使いになってますか？で、私はですね、いつもこのブランドを使っています。ラディアントのクッキングココナッツオイルで、これ2種類ありまして、こっちがオーガニック、そして、こちらがオーガニックのエクストラバージンココナッツオイルとなっています。で、このエクストラバージンの方がちょっとですね、甘いココナッツ独特の香りがするので、まあ、エクストラバージンで一番絞りで一番体にはいいと思うんですけれども、やっぱりクッキングをするときはちょっと香りが気になるので、こちらの、クッキングココナッツオイルですね、これ、30リンギ、日本円にしてだいたい今750円ぐらいでしょうか、1リットルかな、1リットルのボトルになってます。これね、よく見ると凝固してるんですね。この凝固してるのがやっぱり本物のオイルかなと思います。で、こっちの、こっちもですね、凝固してますね。で、もう一つ、これもいいブランドで、エクストラバージンココナッツオイル、これもやっぱりね、凝固してますね。それでもし、オリーブオイルなどがいいなっていうことだったら、まあ、オリーブオイルで凝固してるのを見つけたことがないんですが、私のおすすめはこれです。これも凝固ね、してないんですけど、ほら凝固してないだけど、生ハムにちょちょっとかけたりサラダにかけたりするにはこのオイルとってもいい味がします。あとはね、スペイン産とかギリシャ産とかいろんなオリーブオイルが入ってるんですけど、まあ、そんなにね、美味しいのがないかなといった感じです。もしオリーブオイルだったらオリタリアですね。これが 21.69500ml です。
あともう一つお米なんですけれども、皆さんペナンで使っている日本米といえば、こちらのスモさんが、5キロで 33.95 だから、まあ、800円ぐらいでしょうか。5キロで800円。でいろんな、なんかね、どこで作ってるのかなっていう、日本米っていうのは多いんですが、私があえて、今食べてるのはこちらです。じゃじゃん、新葉はですね、タイの上等米と言われていまして、ジャスミン米なんですけれども、まあ香りが強すぎるっていう方も多いんですが、これ美味しいです。うちのいつも食べてるお米、もうこれ食べだしちゃったらもうこれでいいかなっていうふうに感じますね。ちなみにお値段が、10キロで71リンギ、だいたい1800円ぐらいでしょうか。これ10キロのお値段となってます。そしてもう一つですね、ここで、買えるものといったらやっぱりワインでしょうか。最近ね、お客様からもここにいいワイン入ってるよということで、このワインですね、インビクタスというワイン、これ55リンギですね、チリのワインですね、55リンギのチリのワイン、これ1リットル入って55リンギなので、まあ、約1300円ぐらいでしょうか。1リットルで1300円、普通のワインのボトルといったら760ミリリットルなので、まあ、普通はそうですね、普通のボトルだったら約1000円ぐらいのボトルになっています。これも1本買って家でちょっと飲んでみようかなと思います。それとやっぱりワインのお供といったらこのチーズですね。私がおすすめなのが、まあ、この辺の手頃なやつですね。これで20リンギか、まあ、約500円ですね。それと、まあ、いろいろありますけど、あとはね、この辺もお手頃ですよね。モッツァレラチーズの、モッツァレラチーズ、これ2つ買っていきましょうかね。じゃーん、はい、サロンに戻ってきました。ということで、今日購入したこのインビクタスという、ね、銘柄ですね。このインビクタスという銘柄ですね、これを試飲してみたいと思います。その前に、ね、やっぱり最初はカールズバーグ。このカールズバーグはマレーシアで作っているものです。これをちょっと、そんなにディープな感じでもなく、ライトな感じでもなく、まあ一般置きするいいワインだと思います。でこれでね、1リットル入ってて巨大サイズで、そうですね、55リンギぐらいっていうのは、うん、結構ありなんじゃないかなと思います。コードスレージ売ってますので、よかったら皆さんも試してみてください。ということで今日のリポートはこれで終わりです。今日ご紹介しましたお店の情報などは下の概要欄から、リンクを貼り付けておきますので、よかったらご参考なさってください。